さあ皆さんこんにちは。俺の前をレヴォーグの STI、 多分 1.8、 まだ 2.4 は出てこねえからね。いやー、いいボディ構成だと思うな。これ後ろから見て全然あのマンホールと舗装のこの継ぎ目とかもう完全にいなしてるもんな。いやー、試乗してみてーな、このレヴォーグ STI ね。電子制御のダンパーが入ってるからね。ほらいいね。ほれ、ね、お、ここ右曲がるんかい。じゃあおらちは左曲がるね。いやー、いいね、かっこいいよ、かっこいい。いやー、かっこいい車を見せてもらったな。これは村内にあるスバルのお店、巻口で買ったんかね。まあそこの人の話だと、新しい WRXS4 はもう何台も注文が減ってるみたいで。だけどね、でもまあいろんな人が言ってるよ。レヴォーグのネガはなんだ、ダメな部分はなんだって。1個だけ上げるとそれは燃費だって、ね、いやー燃費痛えよな。俺みてえにさ1年で4万キロ近く乗るとすると、まあ燃費の下敷きになっちまうような気がするんだいな。スレーで燃費の下敷きはさ、ああ街乗りで銃切るみてえだから、いやそらさすがに街乗りで12、13走ってくんねえとって。そうすると高速で何キロ走るんだっつう話なんだけどね。まあ俺は最近高速あんま乗んねえんだけど、まあそういうことでレヴォーグぜひ俺は試乗に行きたいと思います。以上。